さあ今日も金本はこのキャロラインに対し徹底マークです。昨日愛媛はこのボックスマン、ここは奥田がキャッチ、足の速さが自慢だ。ドライブイン、今日は神戸がリバウンド少し上回っています。現在28、愛媛が26です。さあナルシスに通った、ターンオーバーからのポイント、後半も量産していきたい神戸ストックス。さあフェルプスが早く行く、バスケットカウント、ついてからのリング下に向かっていくパワープレー、量産していきたいところ。金田のスリー、逆転します。そして神戸は外から日本人選手でまずは様子を伺います。金田がもう一度スリーを放った、今度はつないのスリー、キャロラインだ、バスケットカウント。執念のリバウンド、このこぼれたボールに対し、そしてつないはスリーを選択、高平もののスリー、中西が取りました。そしてキャロラインのレイアップ、ここはヘイモンド、こちらも速攻だ、フルノにつながった、バロンマーテル、そしてタッカーヘイモンド、バスケットカウント。キャプテンの堂原が入っています。3を選択、決まりました。つないから堂原はバスケットカウント。さあ戻ってきましたフェルプス、そしてヘイモンドはフェルプスに渡った。さあ力で押し込む、バスケットカウント。川島、ここもカロンディ、それもの壁がありますがハイポスト決まりました。さあ残り30秒です。オールコートで必死についていく、フルノが奪った、スリーを放つがフェルプスカバーしていった、ダンク、一人で行く、残り3秒、バロンマーテル、そしてフェルプスリングした、最後は得点を収めましたが神戸が連敗脱出となりました。